ことを使えるっていう、そういう意味でね、あ、はい、まさにね、バッチタ選手は球が見やすいからという言い方をしてたんで、まず見やすくする、最初は普通に構えてたんだけど、球が見づらいんで、まず開いていくうちにこんな格好になったから、自分はこう球を見るということを大事にしてるというふうに言った、ね、まさにそういうことだよね、はい、うん、ただでもどうなんでしょう、デイブこれやったらどんなになる、びっくりしましたね石川投手はあの試合前にもしも外国人選手が迫ってきたらラミレス選手の方に逃げると、いや確かに逃げましたね、ちょっと今もちょっと逃げましたね笑ってますね。しか普段あれだけ速い動きは僕はね来日して初めて見たかもしれない、一瞬ムカついたような、まあいいかみたいなちょっとヒヤリとしたような、あのね多分バティスタ選手はねデッドボールでも多分怒らないです、あ、そうですか、はい、性格温厚なんですか、温厚ですしね、そういうのはどちらかというと止めに入る方ですけど、はい、今の動きはね